その機体からだけじゃない、この学園から出て行って。通信記録でも見つけましたか？ ありませんよね。あなたは誰と連絡を取っていたのか知らないんですから。だったら自分とダミー会社のことをバラすわ。話になりませんね。ダメだよ、私たちの邪魔しちゃ。どいてソフィー、あなた一人が頑張ったところで地球の状況は何も変わらない。なのに大層な夢を抱いて。現実舐めてますよね。舐めてなんか。舐めてますよ。だからずっと騙されたような顔してる。アーシアンの孤児が見返りなしで学校なんかに行けないって気づいてたくせに。状況わかんないですけど、ニカさんにひどいことするのやめてください。ああお姉ちゃんに見られちゃった。ファラクトに乗っているのはノレアさんですか？なんでこんな。ちょっとお姉ちゃんは殺さないでよね。連絡員が私たちのことを口外した可能性がある。だったら二人ともここで排除